はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしんです。今日はですね、ちょっと草っぽくて草原的なね、花束を作っていきたいと思います。まあ、白ブルー系の素敵な花束です。ちょっとね、皆さんも爽やかでいい気持ちになれると思うので最後までご覧ください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではね、まず花材を用意していきます。こちらコアラファーンというね、葉物です。これとかもこのまま長くは使わないので、ちょっと使う長さでこのようにカットしておきますね。特にこう花束っていうのは作り出すとね、片手が塞がるんですよ。なのでこの最初のね、準備っていうのがね、すごく大事なんですね。なのでこの準備をね、ちゃんとしとかないと、まあ、後でね、どうしてもバタバタあたふたするような感じになってしまうので、そうならないためにはこう準備がね、必要です。なので準備を怠らないっていうところが大事なんですね。まあ、こういうような状態にこんな風に仕上げていくといいと思いますね。はい、であとね、このような、これはオリーブですね。オリーブの木も、例えばこういう股のところとかはこういう風には持っちゃうとダッサい花束になってしまうので、持たないようにこういう風にパーツに分けていきますね。このようなね、全てまあこうパーツに分けていって、パーツにしといて、まあそれでもね、ちょっと加工しなきゃいけない部分ってやっぱり出てくるので、まあ、そういうところは加工する。だからまあある程度のこう大きな要素加工はもう事前にね、事前準備としてやっておくのが、まあ、花束を成功させるコツです。オリーブもこうやって持ち手のところをね、ちゃんと葉っぱを取って作っておかないとやっぱ使いにくいので、まあ、こんな風にね、分解しておきます。はい、次にこのグミですね。グミの葉っぱとかもオリーブと同じです。ただね、これね、こうやって葉っぱがずっとついてるじゃないですか。だから、まあ、ある程度のところで少しね、こうカットしたら、例えばここのね、下の葉っぱ数枚はもうこれはしょうがないんです。これは取るしかないんですね。取ってこうやって上を使うような形になっていきます。こういう準備をしておきます。はい。あとこのドラセラですね。ドラセラに関してはちょっとフラワークッションにしていくので、こうドラセラの葉っぱをね、全部まあパーツに分けちゃいますね。パーツに分けてしまったら、この子に関してはね、このようにちょっと巻くというね、 N フラワーのテクニックがあるんですね。でこういう巻いて、でこれをホチキスでね、このように留めて、こういうパーツを作っておきます。そうすることによって結構ね、花束がすごくこうしっかりとねできるようになりますので、このパーツにしておきます。はい、はい、では早速いってみましょう。大きい花からちょっと持っていきましょう。ユリの花をね持ちます。で今回はこうブーケ風の花束にしていくんで、ちょっとねこう短く、こう長いね、贈呈用とかではなくて、短くこうブーケ風にしていきます。はい、はい、では始めていきます。まずユリから持ちます。でサンデリアナをね持ちましょうね。でここでまあ結構ね、刃物で割とこう構成してっちゃうんですよね。花物と交互にやっていくとバランス崩しやすいので、まず刃物でね、大体ある程度の何でしょうね、形っていうかふわっとしたこのイメージをね、イメージを作っちゃうんですよ。結構ね難しいんですよね、これ先に花物と交互に入れていくっていうのはね。こういうオリーブとかね、こういう系の葉っぱとかが入ってくるじゃないですか。
いろいろとね。だからこれをどこに構成していくかとかで随分こう変わっていくんで、これをね当てがいながら、まあこうやってね少しこう形をね作っていくんですね、刃物で。ちょっと大きめのグミとかね、この辺りは先に構成しといた方がいいですね。こんな風にね。そしたらここに少しこうね、ちょっと大きめのガーベラとかを配置していきますよ。裏返しにして少しね裏側もねこう作り上げていきます。表から片方ばっかりから作ってるとどうしてもこう背面上がりの花束になっちゃうんで、これは少し回した方がやりやすいですね。まあ慣れてくればねいいんでしょうけど、まあ、あとはワンサイドっぽいねちょっとこうバサッとした花束作ってる分には何も問題はないんでしょうけど、少しねこう精度の高い花束作っていく場合は、裏側も見た方がいいですね。なかなかねこう素敵に出来上がってくるでしょ。バラも入れていきましょうね。じゃあここにもう一本ね、ユリがあるのでもう一本ユリをね、この形を利用して入れていきましょうね、こうやってね。そうするとほら、ちょっとこう離れた場所にユリが出るじゃないですか。このあたりで少しブルーも入れていきましょうね。ね、かわいい。このブルースターは折れやすいのでフラワークッションを下に入れてね、折れないようにこうホールドしてあげましょう。最初にね持ってた方が今度は正面っぽくなくなってきちゃうんですね。だんだんね向こう側がこう綺麗になって、こっちの方がね、今度はこっちをね重点的に仕上げていきます。花束ってね見てない側がどんどんねこう遅れを取っていっちゃうんですよね、どうしてもね。これはねもうねしょうがないんですよね。どんなにねこう経験積んでもね、やっぱりこう少しねそういうところは常にね出てきますね。今度こっち側ね、はい。
こちらで完成です。ではバンディングしましょう。はい、今日はこちらのブーケを作りました。まあオールラウンドでね、どこから見ても綺麗なようにできてます。はい、いかがでしょうか。なかなかかっこいいし、なかなか素敵だし、なかなかエレガントだし、何撮ってもいいように感じますね。とっても素敵です。はい、このねブーケの場合は、さっきも言ったようにちょっとね、こうさっき言ったっけな、交互にねいろいろ花材を入れていくっていうのと、ある程度ね最初に刃物で形をね作って、それから花を入れていくとやりやすいですね。交互にね花葉花葉みたいな感じで入れていくと、多分ぐちゃぐちゃになって、収集がつかなくなっちゃうんじゃないかなと思いますので、ある程度のね刃物、最初のメインの花を持ったらフォルムを少し構成しておいて、刃物でそういった花を添えていくとね、やりやすいです。それが、ね、多分成功の秘訣だと思いますね。はい。では皆さんね、ブーケ作ってみてください。もう完全結婚式に使えますよね。はい。では今日はこちらのナチュラルブーケの作り方でした。この動画がね、いいねと思った方は皆さん、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またね、どんどんチャンネル登録してくださる方が増えてて、とっても励みになっております。なので、もっとチャンネル登録してください。その回僕は有益な動画を皆さんにお届けします。どんどんお届けします。はい、でね、こちらのレッスンをしたい方はぜひね、Nフラワーのレッスンの方にお越しください。通学もね、通信もやっておりますので、ぜひ一度Nフラワーをお問い合わせください。フラワーアレンジにしても花束にしても、このね花苗のねデザイン、要するに植え込みデザイン、ガーデンデザインですね、が新たにこれから加わりますので、まあ、全ての分野において Nフラワーはね、日本トップを、世界トップをね、行くデザインのスクールに、フラワーデザインのスクールになってますので、デザインをねしっかり勉強して、本当に素敵に素敵な花を楽しくやりたい方はぜひね、Nフラワーにお越しください。お問い合わせください。はい、では今日はね、このナチュラルブーケの紹介でした。また次回お会いしましょう。 See you next time。ありがとうございました。